コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていくと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきまして大きな画面にしてここに記載されている第一条から第七条の文言を一語一句読み飛ばすことなくお読みください 全て一ご一句すべて承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想を送ってくださいまた中野研究会に入りたいという方もこの LINE に登録して私までメッセージくださいステッカーを販売しております2019年10月15日火曜日 暗号きょうの研究会今日ね、千葉県松戸市は台風が去ってますね今日寒いですね、今日20度ぐらいですね、朝はも,うもっと寒かったですね、肌寒い秋を感じております。で、まあ、曇りがちの空だったんですけど、き、まあ、今日もね、洗濯をしてですね。 えー、今週来週とかで今月また忙しいですよねもう出張ばっかりなんで今週もですね、まあ、いろんなとこ行きますので、えー、その時々でですね、えー、皆さんとねお会いできればと思いますで、今日はね何やるかというとですね、えー、ノアコインの価格がじわじわと上がってきていますノアコインプレセール再使用から最新ノアコインプラチナムまでの ちょっとね、まとめを、ね、やりたいと思うんですよ。なぜかと言いますと、たくさんの方からですね、まあ、ノアコインについての質問が、ね、寄せられてるんですけれども、えー、っとね、それ、ねあの、どこまで行ってるのかっていうのでね、まちまちなんですよね。で、あのまあ、全体像を把握しないとですね、やっぱり皆さんもね、わからないと思いますし、 えー、あの、ゴール地点はどこなのかっていうのねあの、知ってる人が今少ないと思うんですよね。だから、その話を、えー、していきたいと思います。まずね、あの、ノアコインの価格をね、ちょっと今見てみようと思うんだけど、これ BTC ネクストなんですけどね、エクスチェンジ、あ、取りあちょっと待って、これちょっとタイムオーバーの、ね、ちょっともう一回やりますね。 えっとなんだっけなメールアドレス分かった <laughs> こうですねこれで入れてで Google 認証ですね <laughs> そういえばね あの先週ですね、あの古い iPhone が壊れちゃったんですよね、立ち上がらなくなっちゃって、そこにね、<laughs> Google 認証のアプリ出入れてたんですよ。で、あまずいなと思って、あの、BTC、あのね、あの、<laughs> 日本のね、仮想通貨取引所のね、B あのビ、ビットバンク、ビットバンクがね、2段階認証がかなくあの開けなくなっちゃって。 あどうしようかなと思ってそこにお金入ってたもんですから、まあ、諦めようかなと思って諦めてたんですよでも2、うん、段階認証解除してもらおうかなと思って2、うん、二段階認証って、まあ、外国の取引所も、ね、含めて、えー、サポートにメールを出すと、ね、解除してくれるんですよねそれで、えー、BTC、えー、国内の、ね、ビットバンクにメール出したんですよ そうした、まあ、メール出したというか,そのなんかよくある、よくある問い合わせの中に、2段階認証が解除できないというのがあって、そこを見ると,、えー、っと、運転免許証とかパスポートの写真を、ね、送ってくれたら解除しますよって書いてあったから、送ったんですよね、1回ね。そしたらね、1回ダメって言われて、もう1回、リンクが貼られてるですね、メールが送られてきて。 えー、なんかあの特別なね呪文あの暗号があるんですけどその特別な暗号を紙に書いてその紙と免許証と自分の顔をその3つ ID セルフィーを写真を撮って送ってくださいって言われたんですよそれで送ったらあのもう1時間ぐらいでね解除してくれたんですよねそれでねお金を取り出すことができてね本当に助かっったなと思って えー、今日はね嬉しさでいっぱいです。でこれはねビットコインのアコインマーケットなんですけども、えー、今は買いが22サトシですね。あ違う違う買いが21サトシで売りが22だからまあ最低でも21サトシで買えるということですね。一時はここまでしてたんだよねこう。一時はちょっとこれ表示でされてないですけど24サトシぐらいまでしてたみたいね。 うん、今日ね、24四ト年ぐらい。ここ,こ,こねこ、今日っていうか、まあ、昨日か、24四ト年24四ト年っていくらかというとですね、えー、待ってね、財布で価格調べますよ。今、ビットコインの価格が、ちょっと落ちてるね、90万2670円。えー、だから買い、まあ一かそ、そんまああんま変わんないわね。えー これだよね、まあ、90万2400円にしようかえー、っと90万2400円90万2400円ですよねあとそれとえー、っとえー、っとこれがですねだから ちょっとここコピーしておいて今21だけど24ぐらい言ってたんですよねだからちょっと24で今21だけどこっち24に変えてねそしたら0.1234560が6個ですね0が6だからかける0.12345624ですよね 0.216 <coughs> ってことは21倍になってるのね。21倍になってる。うん。ナー <coughs> コイン21倍になった。やっぱ上がってんですよこ、これ。なんかずっと上がってきちゃうんじゃないのこれ。21倍どころじゃなくて210倍とかさ、2100倍とかなっちゃうんじゃないこれ。<laughs> どん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 。で、なんか今月の25じゃなくて来月に、 投票を行ってですね、えっと、売却できる、ICO で買った人のね、ノアコインとか、まあ、ICO じゃないんだけど、じゃない人も含めて、売却できるね、ノアコインのパーセンテージ今、今0.5%ですけど、ひ月ね、変わるということなんだけれども、なんかね、あの、これ、BTC ネクスト講座解説ってすごい簡単なんですよ。メールアドレス1つあれば解説できるから、10分ぐらいで解説できるんですけど、 でここにさあの、ビットコインを送金してね、日本から、日本の取引所、まあ、コインチェックとかビットフライヤーとかビットバンクから、財布とかから送金して、で、今ここで買えるんですよね。この新しいノア,ノアプラチナムっていうコイン買えるんですよ。あの、大量に買えるんですよ。その0.5%どころじゃなくて、もうあの100万でも200万円でも買えちゃうわけですよね。あの、ズルすればね。 だから、その方がいいよね、これね。今、今買っと、あれ <laughs> これさ、そんなね、ICO とかプレスセールスで買った人がる、ね、苦労しててえ、今からね、横やりで買いに来た人がね、100万でも200万でも買,買えてね、で、少しでも上がったら売却したらさ、すごい思うかりじゃないですか。これノアコインってすごい上がっていくと思うんだよね、これね、どんどん。 価格がねだから草コインま完全に草コインじゃないですかこれ草コインの中でも有望だと思いますよノアコインってうんあの0.21円0ま今0.2円だとしたらねえ0.2円うんどうか結構上がってきたよね前0.01円だったからねすごい上がっちゃったんだけど <laughs> あの 横,横からさ割り込みでね、あのー、ここの BTC ネクストの取引所をさ誰でも開設できるんででここにビットコインを送金して、えー、こ,こっそりですねこのノア h p っていうノアプラチナムを買ってしまうと大儲かりですねこれねうーんまあそれやられたらうちらもね <laughs> きついですけどね うん、まああのちょっとノアプラチナムは注目してまあちょっと僕も買い増ししちゃうかもしれないこれビットコイン送ってビットコインを送って買い増ししちゃうかもしれないうん悔しいからねはいそれでえー、っとノアコインのですね今までのまとめをちょっとやりたいと思いますいくよせーのまずですねえー、っと まあプレセールス、ICO の前にプレセールスってあったよね。これは2017年の頭ぐらいあ ?1 月ぐらいから始まったと思うんですけど、プレセールス日本で始まったと思いますけど、えっ、ー、と、ICO の前のセールスで、まあ、現金、一口12万円でしたよね,あね。現金で買ったり、ビットコインで購入することもできた人がいると思います。で、これをまあ現金で銀行振り込みしたり、イサリアも送金じゃないビットコイン送金だね、これね。 えー、ビットコイン送金ちょちょ。ビットコイン、ビットコイン送金って書いとこうか。ビットコイン送金だね。もう一回行きますよ。<noise> <coughs> もう一回行きますよ。えー、っと、まあ、ノアコイン買いたいなって人がいて、プレセールスで現金とかビットコインで購入と。 まあ、あの泉さんのセミナー行ってねあこれ良さそうだってってか購入した人もいると思うんですよねで、まあ、銀行振り込みビットコイン送金ノア財団に送金したまたは、まあ、泉さんの支配下の人たちにそう、まあ、現金を渡したり振り込んだ人もいるかもしれないねで、まあ、その次に ICO っていうのが行われてイーサリアムで購入し,しましたよねでイーサリアムを送るのにはえー、っと取引所から送んないでくれと えー、混乱しちゃうからね。まあ、時間とか、ね、日にちとか時間決められてみんなで一斉にやったからさ、えー、曜日、あ、違う違う、ビットバンクとかね、えー、ビットバンクその頃なかったか、えー、っと、コインチェックとかさ、財布とか、あのー、嫌がるんだよね、サーバーがダウンするから。みんなで一斉にね、朝の5時に、えー、イーサリにも送ってくださいって嫌がるから、マイサウレットを作って、 そこから送ってくださいって言われましたよね。で、財団、ノア財団に送ったと。そして、えー、しばらくしたら、えーまあ、去年か、マイページにノアコインが配布されましたよね。ノア財団には大きなサーバーがあってですね、そこに、えー、一人一人マイページが、ノアコインのマイページが作られてですね、えー、そこでログインすると、自分のノアコインが入ってることが見れましたよね。 それで、福利で増やすか、単利で増やすかっていうのも選びましたよね。それでですね、これ、エアドロップっていうのをやんなくちゃいけなくて、エアドロップって何なのってよく言われるんですけど、ここのね、まあのノアコインのマ,マイページあるでしょ、これ。ノア財団が作ったマイページから、え自分のマイーサウレットにこれダウンロードしないといけないんですよ。ダウンロード。あのノアコインをね。 こっちからこっちにね、マイページから自分が作ったマイサウレットにですね、ノアコインをこうやってダウンロードしなくちゃいけないんですよね。で、この期日がなんと去年の6月30日までだったんですよ。<coughs> ね去年の6月30日までで、で、実は <coughs> このエアートロップをやってない人が相当数いるんですよね。 うん、でなぜかというと、この、まあ、プレスセールスの時にね、まあ、泉さんとかが、日本全国でですねあの、セミナーをやったと思うんですけども、まあ、泉さんだけじゃないですけどね、えー、とノアコインのですねあの、セミナーをやったと思うんですけど、その時きに、まあ、お金払って、あと2、3年、まあ、放置しといて大丈夫ですよって言ったみたいだね。 2、3年放置しといて、そして忘れた頃に、えー、億万長者になって、まあお金が増えてるよというふうに言われたっていう人が結構いるんだよね。でも実際には、えー、っと、そうじゃなくてですね、えー、期限があって、6月30日までにエアドロップしないと、まあ、あのもう、 消滅しててなななくっっちゃいますよってことなんで、すよねでこれエアドロップしてない人が世の中にたくさんいて、僕のところにもですね、電話で毎日のようにですね、このエアドロップしてないんですけども、どうすればいいですかというあの問い合わせが結構いっぱい来るんですよ。で、これはこの人結構いるんですけど、えー、っとね、まあ、基本的にはわからないっていうのが回答なんですね。それで、 あの一応ね、新しくそのノア財団というのはなくなっちゃった感じなんだよね。なくなっちゃって、今、新しくノアプラチナム財団というかノアプ,プラチナム株式会社というのに、えー、と経営権が移行しててですねここ,のここのマイページからマイサウレットにエアドロップすることの責任というのは多分新しい会社にはないと思うんだよね。 ただ一応救済はするよと言ってるんですよ。で、いつ救済されるかよくわかんないんだけど、みんな待ってる状態ですね。だから、えっと、その新しくね、できたノアプラチナム株式会社にメール一本でも入れとかないとですね、えっと、救済されないで本当になくなっちゃうんですよね。だから、そこら辺はね、 えっと、いろんな、ちょっと小難しいやり方があるんで、まあ、メール送るか、アンケートに答えておくかっていうのがあってですね、えそこら辺は、まあ,あの、私まで電話いただける、まあ,あの、動画解説欄に電話番号書いてありますからね、携帯のね、あとは LINE でお問い合わせください。うん、で、一緒にやるしかないですね、これね、本当にまあ、何十万何百万って買っちゃったならばね、ミスミス0円になるのはもったいないですから。 で、マイサーウレットを入れて、普通の人は、まあ普通、ね、知ってる人、知ってた人は入れたんですよね。そして、マイサーウレットだと、なくなっちゃうよと、盗まれてなくなっちゃうよってことで、まあ一で急いでですね、レジャー 7S を買って、この中入れたりですね。まああと、その後、ノア、ノア財団がノアウォレットって作ったんですよね。そこに入れたりしました。まあそして、上場後ですね。<coughs> まあ、上場っては、ね、確か、去年の3月ぐらいだったんですよね。 だから上場してからもエアドロップは可能だったんですよね、実はね。しばらくはね。3ヶ月ぐらいは。で、上場はヒット BTC とかヨービットとかメルカトックスとかいろいろありましたよね。で、まあこういうところで、<coughs> まあ,あの ICO とかプレスエールスでノーコイン買えなかった人は上場した後に買いましたよね。まあ、あとはレジャーナース S にね、ICO とか入れた人、または えっと、上場した後にノアコインを買って、レジャーナルの S に入れた人、ノアウォレットに入れた人、マイサウォレットに入れた人、まあ、この6つぐらいですね。この6つぐらいの人たちが、えー、6つぐらいですよね。6つでしたね、えー。今年の9月30日まで、最初はね、8月30日までだったんですけど、9月30日に1ヶ月延期になったんですけどね。で、BTCNEXT っていうですね、<coughs> えー、ノア財団の後に引き継いだノアプラチ,チナム株式会社っていうところが新しく取引所を作ったんですよ、BTCNEXT っていうところね。まあ、さっき見ていただいたところですよ。で、ここに、えー、こちは2019年です、これ <coughs>。ここにですね、ここにっていうのは、これね、ここ BTCNEXT はねここ、ここですよ。 ここにですねはいもう一回最初からになっちゃうねこれね <laughs> ここに今年の9月30日までに BTCNEXT に全部送ってくださいとヒット BTC に入れたある人ヨービットに入れたある人メルカトックスに入れたある人レジャーナン S に入れたある人ノアウォレットに入れてある人マイーサウォレットに入れたある人,ノア,ある人ノアコインね 全部、すべての人は BTCNEXT に送ってくださいってことになったんですよね。それで、送ってない人いっぱいいるよね。送ってない人ね。知らなかったと。で、これも、あの、9月30日過ぎちゃってるんで、本当はもう終わりって話だったんだけど、え、送ってない人いるのってことで、あの、まあ、メール送るとかア、アンケートこれあるんだけど、アンケート送れば、一応じゃ救済しますよってことになってるんですよね。 送まあ、ただ今,今は今送んないでくださいっていうふうになってたりするんですけどなぜ、えー、かっていうともうウォレットがないからね BTC ネクストに BTC ネクストに古いノアコインのウォレットがもうないんですよ、ね、これちょっと見ていただくと分かるんですけどあ,あるかなこれこれはねあのこれはですねノアプラチナムなんですよね ノアプラチナムウォレットなんですよ。新しいノアコインなんですよね。そして、古いノア,ウォレットノアコインのウォ,レットウォレットってお財布って意味ですけどね。アルコさん、ないでしょもうないんですよ。ないな、ないので、どうすんのって話なんですよね。だから、やっぱりもう期限過ぎちゃったので、もう、も,うも,ら,もらえないっていうかさ、 えっと、ノアプラ、このね、の o a a 9月30日までに、えっと、この BTCNEXT にの古い旧ノアコインを送らなかった人は、えー、違う方法を取るので、ちょっと待っててくれって話なんですよね。ただ、ちゃんとメールとかアンケートで、えー、救済してくださいって申し込みをしておかないと、本当になくなって0になっちゃいます。はい。それれでこれ アンケートも答えなくちゃいけないってことになったんですよね。でこれびっくりしちゃってみんな、BTCNEXT に入れとけば新しいノアコインがもらえるって話だったんですよ、最初。そしたら途中からアンケートも答えないともらえないよって話になって、アンケートも答えました。そしてですね、<laughs> なんと、9月30日だから10月1日に新しいノアコインがね、 BTC ネクストにポコンって入ってるのかなと思ったら、9月30日の夜になってですね、なんと、いや、そういうわけじゃないよと、ポコンって入ってないよとまあい、あの一つのね作業をしてくれないと、新しいノアコインはあげませんよって話になったんですよ。マジって言ってみんなびっくりしちゃってさ、アンケート自体もびっくりしたんだけど、この新 n o コインをもらうためには、 新しい、新ノアウォレットっていうのを作ったんだよね。このノアプラチナム社っていうのはね。で、そこに、そこでトークンスワップしてくれと。まあトークンっていうのは仮想通,通貨と一緒だからね。で、スワップっていうのは両替って意味ですね。だから古いノアコインから新しいノアコインに、えー、変換するから、その作業してくれということでですね、この、このノアプラチナムウォレットってあるんですよね。 で前の動画でも説明しましたけど、トークンスワップ。はい。で、これさ、あの、こ,このホームページどこにあるかわかるここなんだけど、えっと、それでね、えっと、ノア YouTube で、えっと、まあ僕も動画作ったけど、こっちの方がいいかもしれない。ノアプラチナムスペースウォレットって書いてですね、 上から2番目の新しいノアコイン、ノアプラチナムのトークンスワップ方法、ログインパスワード変更などってって、えー、これが分かりやすいですよ、これ。上から2番目。うん。これ分かりやすくてですね。この人、この人のね、この人の、な,な,なんていう、トモミンチャンネルさん、トモミンチャンネルさん。カタカナでね。えー、カタカナでトもミンチャンネルさん分かりやすくてですね。 で、ここにね、もっと見るってやると、えー、っと、ここにさ、ほら、ノア、ノア新オレットが書いてある。新オレット、申請 URL 書いてあるから、で、申請して、次からこっちから、こっちでログインすればいいからね。はい、これ見て、ここを、こうクリックすると、えー、これが出てくるんですよ。トークンスワップ。で、ここ、このメールアドレスに、えー、っと、ヒット BTC の、 ログイン ID がメールアドレスだからヒート b t c の ID メールアドレスをここに入れるんですよそしてロボットじゃないって言って交換ってボタンを押すとすぐに交換されて <laughs> あの新しいねノ a h ラチナムが同じ枚数入ってますから、まあ、ちょっとプラスアルファ多いんだけど多くしてくれてるんですけど入ってるんですよねだからこの作業やらなくちゃいけないんですよで あのほとんどの人はですね、僕もそうだったんだけど、ほとんどの人は、この、ヒット BTC まで送って終わりの人が多い。で、まあ、アンケートは答えなくても、一応もらえ、私、僕の相談した人は、アンケート答えなくてもらってましたもらいましたけどねあの、ノアプラチナム、コインもらってましたけど、アンケートこ、まあ何にもなければアンケート答えなくてもいいし、 例えば、エラードをドップするの忘れちゃいましたっていう人はアンケート、アンケートに答えて、救済してくださいって書かなくちゃいけないし、まあ大変ですよね。で、まあこのね、9月30日までに、このヒット B、まあヨービットとかなくなっちゃう、強制的にあのなくなっちゃいましたけどね、そのノアコインがね。まあ、レジャー 7S とかノアウォレット、マイサーウォレットに入ってる、えー、古いノアコインがあってね、 これを新しいのはプラチナムに変えたいっていうのは、もう今現在できないんですよ。できないから、あの、救済してくださいってアンケート答えたりメール送んなくちゃいけないので、まあ、どういうふうにアンケート答えるのとかメール送ればいいのっていうのは、まあ、専用の LINE グループとかあの、コミュニティがあるんだけど、そこでまあいろんな人に教えてもらったり、あと私の方、まあ、僕がね、あのやると2万2000円かかっちゃうんですよね。<laughs> あの ま、それでも良ければ、あの、根節丁寧に全部やりますんでね、言ってください。で、電話してくれたり、LINE してくれたりしてください。そして、えー、まあ、ここの BTCNEX に入れたままの人も多いと思いますし、アンケート答えって、そこの、そのままの人も多いと思います。で、このシンノアウォレット、トークンスワップしないといけないですね。で、また、いついつまでにしないとなくなっちゃうよって言われるかもしれないんでね、早くしてください。 はい、これまだ期限はまだ言われてないんで、ね、まだ大丈夫だと思いますけど、早くしないとまたなくなっちゃうかもしれないんでね、早くしてくださいし。でね、8月31日までに入れた人は、えー、10月1日からあのノアプラチナもらえたんですよ、新のコインね。で、9月1日から9月30日までに BTC ネクストに送金した人はですね、えー、としばらく、ね、もらえなかったんだけど、多分今はもらえると思います。 そして BT、で、ここにノアブボレットあるでしょでここに入ってるからノアプラジアムが。で、それをまた BTC ネクストに送金してですね、えー、送金して、まあ、ちょこっとしか送金できないんだけどね、月、毎月0.5%しか、えー、ビットコインに売却することができるということです。でもね、こういうのめんどくさいっていう人、また一回やりたいという人は、 えー、いきなりですね、いきなり、えー、国内のです、ねえー、財布とか、ね、コインチェックから BTCNEXT にビットコインを送金して、ここで、えー、新の,あの新しいノアコインのノアプラチナムを、まあ、100万でも1000万でも、ね、大量に買うことができます。ず <laughs> るいやり方ですけどね。それやられるとちょっと。 プレスールスとか i c o で買った人がかわいそうですけどね、今、毎月0.5%しか売却できないからね。うんただ、それやると、まあ、非常に儲かるかなというふうに、まあ、そういうやり方を少しね、ご紹介しました。ということでね、まあ、全体像が把握できたと思いますので、まあ、この絵を元にしてですね、今、自分はどこの段階で止まっているのかと。<coughs> ヘアドロップの段階なのか、えー、っと、この BTC ネクスを送,るのを送ってなかったとかね。まあこれ、まあ、これはもう全部、個別に救済処置を求めないといけないので、まあ、メールですけどね。 えー、まああのー、じゃあどこのメールアドレスどこなんだとかね、アンケートどこにあるんだとかっていうのは、まあ僕とかに LINE とか電話で、携帯電話で聞いていただければと思います。それではね、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。今週はね、えっ、ー、と、西の方にね、明日から行きます。はい。 明日から行きますね。うんまあ、その他、あのーまあ、仮想通貨飲み会とかね、FX 飲み会とかも結構やってますので、皆さんもですね、あのー、仲間を作りたいみたいな感じでね、いらっしゃるのであれば、えー、一緒に飲み会とかね、参加されてはいかがでしょうか。それでは、<laughs> 今回はこれで終わりにさせていただきます。 千葉県松戸市よりトムクルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。